今日もありがとう。はい、こんばんは、うさです。お久しぶりのうさぴよのす、動画の方はこちら、ドラゴンクエストケチケシからイベントドラゴンクエストモンスターズ2イルとルカの不思議な鍵 SP、後編になります。はい、ですね、それに付随してなのか、それとも全く違う意味で始めたのかわかんないんですけど、こちらね、モンスターズセレクトガチャ、ピックアップガチャなんか出たりして、まあモンスターズ絡みで出したのかな。はい、まあ今までの登場してるモンスター系のドラ消し集めてるみたいですね。はい、錬金とかもあったりとかしてね、欲しかったんだけども、ちょっとそこまで手が回るかどうかわかんない。まあ何にしてもこちらイルルカの方先に行こうかと思ってます。で、後半の方で、更新されたピックアップガチャがこちらですね。新竜王ピックアップガチャ、かっこいいめっちゃかっこいい。でもここら辺出るのか出ないのかわからないけども、まあいつも通り通常運転ということで、私あんまりそんなに欲しがってないんですけどねみたいな感じの、物欲センサーを避けるためのこう手入れ、ちょっと無欲のふりをして行きたいところであったりします。そんなのに引っかかってくれるかどうかはともかくとしてなんかガチャの神様とかそういうのお見通しな気がするよはい、まあこんな感じでね、ちょっとあまりお見かけしない感じの、はい、ガチャが並んだところで、はい、ごきげんよう皆さんということで、ネオドーク、はい、ちゃんと自ら名乗る意外といい人、はい、ぽい感じがしなくもない感じの、はい、ボスからスタートでございます。すごく大きくなっちゃったよそこだけ取るといろんな意味に取れる。はい、でささかかってきなさいこの体ですりつぶしてあげましょう。技とかあんまり関係ないのね頭とか関係ないのね。その大きさでとりあえずなんかもうすりつぶすってあまりあれだよね、頭とか使わなくていいタイプの攻撃方法ということで、後半の方で追加されたのがこちら、扉ボス、ネオドークの、はい、扉でございます。おなんか相変わらずちょっと右の真ん中あたりに気になる感じのね、なんかまだ置いてあるんだけども、金色の悪棒がいたような気がするんだけど、何個持ってんだお前。はい、ということでネオドーク戦始まるわけなんですけれども、なんだろうな、このキャラに関して言うと、割とこういつも言っている通り、ドラクエケシケシのデザインってちょっと普通の従来のナンバリングの、ドラクエのナンバリングのキャラクターとかね、モンスターとかのデザインよりもちょっとだけこうオリジナルっぽい、このドラクエケシケシオリジナルっぽい感じのデザインでね、ちょっとだけバランスっていうかね、等身というか、ドラケシ風デフォルメという申しますか、はい、テイストが加わっていて、私はこのね、ドラクエケシケシ風のイラストとかすごく好きなんですけどね。でもってこの落書き帳のクレヨンでかなんかでね、子供が壁に落書きしちゃったっぽい感じの絵もなんかね、時々伝わるようね、伝わってないような感じのとかのもあったりして、結構私は好きなんですけど、はい。でカメハ王子が意外といい働きをする、なんだかんだ言ってね、王子様だったのかな、うん、ちゃんと自分なりにできることで、解決、問題を解決しようとは動いてたっぽくてね。まあドラクエってそういうところあるよね。本当に最初の方とか、あ、こいつクズやんって思うようなキャラクターでもね、実はね、締めるところはちゃんと締めるみたいなところを持ってたり、まあ逆に
まあよくありがちなやつで、すっげえいい顔でね出てきて、イケメンなのとか可愛いのとか綺麗なのって思わせといて、実は手のひらくるーでこう実は悪者とかっていうパターンもね多々あり、うん、でもねそういうところがまたキャラクターのいいところがね押し出されてくるんじゃないかなって思ったりするわけで、はい。で、強敵チャレンジの方もネオ道具が追加されたりするわけで、おお、なかなか、こうして見てみるとね、なんかちっちゃく見えちゃうからね、ちっちゃっとか思って、やっぱりちょっと今一つ迫力がっていう感じはしなくもないんだけども、まあ実際はでかくてかっこいいんだろうな。で、もらえるものも、まあこんな感じで、強敵チャレンジはね、本当にね、途中のレベルからいきなりガクッとこう、いきなりこちらからの攻撃が伝わらなくなるというか、敵がすごくいきなり硬くなる、攻撃が全然通じなくなってくるっていうレベルがあったりとかしまして、えぐいなって、やり方がなんかえげつないというか、途端にね、なんか苦戦するようなレベルとかになったりするので、まあそういう手も足も出なくなってしまうレベルくらいまではなんとか頑張っていきたいと思っているのが強敵チャレンジ。やっぱりね、もらえる報酬っていうかね、ご褒美がいいのでね、なかなかこう手に入らないアイテムとかが、割とホイホイホイっと、手に入ってくるので、まあ自分のできる限界までのレベルまでは行きたいところ。 Twitter つか、あの X の方なんかでね、最近増えてきたドラゴンクエストケシケシのお友達っていうかフレンドだったりフォロワーさんとかがね、意外とポストっていうんだっけ、ツイートじゃなくてポストっていうんだよね今はね、はい、ポストとか見ていますと、ガチ勢の方はもう強敵チャレンジも全部マックスで取りこぼしなく全部取られる方とかいらっしゃってね、いやすごいなって、ほんとすごいなって思うんですけど、私途中でね結構息切れしてしまったりして、あもうダメっていう感じで諦めてしまうところが必ずあるんですけども、やっぱすごい人はすごい、うん、はい。でこれがねちょっと期間を置いて、なぜかまあ最近のケシケシによくありがちなんですけども、エンディングがね、エンディングの1話だけがちょっと最終の日にまた別の日に更新みたいな感じで用意されてるんですよね。はい。まあそれを待ってる間にこう私はちまちまとその間にねこうガチャとか進めていくわけなんですけど、うん、ガチャは最近貯めて3キャラ分ぐらい一気にまとめて引く感じになりました。っていうのもね、どのキャラが出たのかとかね忘れてしまうんでね、日にちが空いてしまうと、なのでまあできる限りまとめて一気に回してしまおうって思ったりしているわけなんですけども、まあそうしているとなんとなく一キャラぐらいはいいのが当たるんじゃないのみたいな感じで、ちょっと当たった気分になって気分良くなるんじゃないのっていうのもね、自分をこううまくコントロールして慰める術みたいなところもあるんですけどまあ単発で引いていくとね、割とほぼ出なくてね、へこむことが多々あり、はい。まず前半の方の配られた例ですね、アスラゾーマさんのピックアップガチャの方からなんですけど、まあいつも通り通常運転でよく見る顔しか出てこないんだ、最初の猫の金の玉からは面白いぐらいいつも見た顔しか出てこないんで、こいつなんでね、ほんともういっぱいいっぱい、鳥いっぱいいっぱいってかね、まあ、ドラゴンキッズは可愛いからいいとしても、ほらな、お前またお前またお前かみたいな感じ。これは期待したいところなんだけど、わーレインボー、はい、ゲーミング鳥、はい、来たけどゲーミングとかまあ
いわゆるパチスロとかね、観点から言うとレインボーはすごく期待大のところはあるんだけども、期待させといてこれっていうのもな。うん、まあ所詮虹色よ。素敵な出会いの予感。で、あ、なんかいきなりいいのが来そうな気配。しかも2個あるよ。え、めちゃくちゃいい感じで、ちょっとこれは期待してしまうということで、はい、まずは金からじわじわと攻めていくわけなんだけど、なんかまたしても人型が出るとね、ちょっとだけねそわっとするんですけども、打ち砕かれるな。はい、来い、ドン。あ、来た。え、すっごい、アスラゾーンも来たー。ゾーン、星6段、すごい嬉しい。やったー。やったー。全然こことこお見かけしなかった。ありがとうございます。ありがとうございます。星6段。いやー。あ、こうして見るとかっこいいですね。あ、スカートがすごい。スカートの中は絶対見えないような、なんか、空間みたいなのになってる。足がどこから出てんだかよくわからん。うん。でも、モンスターだから許される。まあ、モンスターのね、スカートの中身見るのもちょっと、あれが何だからいいと思うんだけども。星6来たー。すげえ。これは使ってみたい。早く使ってみたい。これは、早々に育てて、はい、行こう。そして、2個目。はい、ドーン。ちょっと待って、アスラゾーマに。2個目？一気に2個目？うおー、いきなり重なるー。すごーい、重ね掛けになるっていうか。すげー、レベル2になっちゃった。つうか、私明日、もしかして、これ、ならないように、とりあえず事故らないように気をつけないとダメだ、これ。足とかね、ぐねりそうだから、ちょっと気をつけないといけない。はい。なんかもうここでなんか出がらしになってしまった気がするんですけども。はい。あ、やっぱ出がらしだわ。2個ね、出ちゃったから絞り切っちゃった感じでね。もう、逆さにして振っても叩いても出ませんよ的な感じになってる気がする。これはもう、すっかすかやね。はい。カスカス。スッカスカのカスカス。いや、もう笑うしかないわ。はい。あかん。はい。もうここは期待できなかったから仕方なし。でもね、欲の皮はまだまた突っ張りますよ。はい。新竜王ピックアップガチャもいっちゃいます。うわー、無道指導。隠れメタルの剣ときた。どれかは出てほしいけども、まああんまりね。いや、でもさっき欲の皮突っ張って2個出たからな、いけるんじゃないかと、ワンチャンあるんではないかと。はい、もう1回ぐらい、実は虹色というか星6を出てしまうんじゃないかと、こう淡い夢を見ながら。でもなぁ、新竜王が、ここはあまり期待できるのがそんなになさそうだーって思ったりするんだけど、でもやっぱり、星6はね、やっぱり夢ですよ。出したいところでございますのよ。頑張れ。私のくじ運。ステイシーさんはいる。でも、あ、なんか、デジャブ、こんなの、なんか見た気がする。虹が2個下の方にいた。下に2個並んでた。これは、うん、ポン、は、うわ、お前、でも私ニューだな、これ。ちょっと待って。あーねー、お前、そんな軽装で、しかも、どう見ても、X 君にしか見えない。X 君ってあの、ドラクエ10の方の X 君ね。旧ツイッターの X 君じゃなくて、ドラクエ10の X 君っぽい顔してるな、お前。はい。いやいやいや、望みはまだ捨てちゃいけない。まだ突っ張る。突っ張ってー。はい。いや、うん。指導でも嬉しい。うん。
一応なんだかんだ星5だもん。まだいける、まだいける。いやー私すごい、今回はちょっと意外と成績がよろしいです。うん、たまにはこんな時もある。うん、勉強してない時でもたまにはね、こう選択式のね、答えが選択する 1,2 の中から出すみたいな感じのテストの時なんかだと、まぐれでねうまくいってしまう時もあって、いい点取れちゃう時もあったりしたので、まあそんな感じだと思う。だって我ながらこんなこと言うのなんだけども、欲の顔は突っ張りまくってるもん。あれなんか時計が2時計だわ。はい、であれこれはちょっと違ったけども星5だしな。うん、でもブレス系はな、私使い勝手悪いんだよな。あ、そうでもないか。届きにくいところに敵がいたりすると、その方向に行けるときとかはね、結構重宝するか。基本的になんだろう、私分かりやすく攻撃範囲が、面積がすごく広いのを好んでパーティーに入れる傾向があるんですね。あと2回攻撃、追加攻撃の持ってるドラ消しとかね、そういったスキル持ってるドラ消しが大好物だったりするんですけども、はい、虹色ドン。もう期待しちゃったけども、でもまあ回復系とかもね、やっぱ重要なんでね、強くなったりスキルがレベルアップしてくれるのは嬉しいので、はい、こんなもんかな。ふう、ガチャで興奮した後はとりあえずまあさっくりとこのね、強敵チャレンジをやっても一つのなんかステージをクリアしたっていうことにカウントされるみたいなんでね、だからエンディングとかをクリアするためにはなんか一つステージを一つクリアっていうお題の時ばっかりなんですけども、まあそういう時なんかはこの強敵チャレンジとか、そう、消しコンとか、そういったその時にあるコンテンツなんかを好んで私はやるわけなんですけども、まあやっぱりね、どうせだったら普通の通常ステージもやるのもまあいいんですけどもね、こういうので特別感を出すのもいいかと思っているわけです。よっしゃ、これでクリアできるだろう。あれ結構いかない、いかへんな、はい、いわゆる追加攻撃。なんかね、やっぱりこの追加攻撃とかね、攻撃範囲がめちゃくちゃ広いのでゴリ押しするっていうのが私のあんまりね、こううまく連鎖とか組み込めない、フィーリング連鎖でどうにかパズルゲームってゴリ押ししていくタイプなのでね、どうしても脳筋なプレイができるパーティーを作りがちな嘘でございますが、まあなんとかクリアできた。よかった。いや本当にね、このドラ消しで言うと、あとはフィールド、動かせるフィールドの面積の広さとかね、そこの数によってだいぶ左右されるとは思うんですけどね、難易度はそういうので左右されると思うんですけども、仮にね動く範囲が狭くても、その攻撃のね範囲がでかければ、その分そういったものもカバーできるんじゃないかと思ってしまっている脳筋プレイですが、ビーバーンかわいいな、ようやく取れたわ。はい、なかなか最初出てきた時は
どんな敵キャラだろうかとハラハラしたもんですが、うん、でも可愛いからいっか。はい、ということで、これがね今回のミッションなんですけど、最後の1個がこの先ほど取ったこの B1、 これを錬金するっていうのがね、なんかミッションの一つの条件なので、こいつと、あ、こいつキメラ使っちゃうってことは後でまたキメラ取りに行かなきゃダメなんだな。はい、でこれで両方錬金すると出来上がるのが、はい、ポン、あ、かっこいいねこれ、わっ、アクアマリンホーク、かっこいいね君、意外とドラゴンって感じ、ドラゴンホーク通じてるけど、なんか、あ、でもどっちかっていうとウツボに近いのかな。あれ、ちょっと待って、君の動き、お口クエーってやるだけなんだ、お口クエーってパクパクーってやるだけあ、そんな感じ。はい、でも、あ、でクリアするとその報酬でこの B1 自体もまたもう一個くれて、あ、すごい至れり尽くせり、痒いところに手が届く仕様だ。すごい、 B1 を使っちゃって、あの錬金に使っちゃっていなくなっちゃっても、ちゃんとその後の報酬でその B1 をまたもらえるっていうあったか設定。ちなみにもう一つの方に錬金で使われたキメラの方は自分で後でもう一回取りに行けってことなのね。やってみよう、了解で、ようやくエンディング。はい、相変わらずエンディングはね、なんか必ずこのステージを一つクリアすることになってるんだよな。そしてなんでエンディングだけなんか日を分けて、一日じゃないか数日空けてだけども開けて、あの、もったいぶって出すんだろう後半の更新した時に一緒に出さないっていうのが、なんとも憎い演出っていうのかな、なんかちょっと違うかな。はい、でも、あ、やっつけちゃっていきなり本当にね、なんかもう一気に最後までパーッとやっちゃうと、パーッとやって終わってしまうからつまんなくなるから、ちょっと一つだけ間を空けて出したのか、それとももっと複雑な大人の事情があるのかはちょっとわからないんですけれどもね。何にしても、はい、どうにか今回もこれでエンディングが見れそうです。強敵チャレンジでも確かね、ステージを1個、はい、やっぱねクリアしたってことでカウントしてくれるみたいです。そこら辺はね、親切設計だなーって思ったりしてる。ありがとうございます、けしけし運営さん、優しいよね。あの、まだそんなにやってない人とかね、日がけしけし始めても日が浅い人とかにも割とこう分かりやすく、そして遊びやすく作ってくれてはいるんだよな。そういう意味では本当にこう、いきなりちょっともうけしけし結構出てから長いし、もう時間経ってるし、もうダメなんじゃないかな、追いつけないんじゃないかなって思ってしまう人なんかには、大丈夫、遊べるよって自信持って言える作りになってるよね。はい、ということで、今回のうさびおの巣はドラクエけしけしイベント、ドラクエ、モンスターズ2イルトルカの不思議な鍵 SP でございました。はい、またね、他にもいろんなイベント、そして私ライブ配信なんかもやっておりますので、ぜひそちらの方も遊びに来てもらえると嬉しいです。主にドラゴンクエスト10オンラインの方やってるんですけども、たまに他のゲームなんかもやってますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次回どこかでお会いしましょう。今回はこの辺で。それではおやすみなさい。
またね。